こんにちは、ライムです。ということで今回は第4回ライムレポート。6月版はい、ということで、こちらねライムレポートやっていきたいなと思います。まあ今回そのなんか特別ね、なんかアップデートがすごいあったとか、なんか仕様変更があったとか、そういったまあ大きなトピックは正直ありません。ただ、まあフェスが近づいてきているよねというところで、まあこの辺はまあ今回半分以上雑談とか、まあ僕の妄想とかっていう話になってくるので、まあそんなにそのこのゲームに対してね深い話は特にないかなと思うので、その辺はご了承いただきたいかなと思います。はい、ということでですね、もう皆さんまあとっくにご存知かなとは思うんですが、バグフェスが始まります。はい、ということでもうシリーズハッピーラッキーのカウントダウンガチャもねもうすでに3日分始まったわけですが、まあバグフェスということはですね、まあガチャ、当然ガチャが来るわけで、で最近のライムというと、まあ FFRK にもうほぼ課金してない、してもまあほんとドリセルとフェスのタイミングぐらいしか課金してないんですけど、まあ今回も今のところ課金予定は1万円くらいかなとは思ってんだよね、してもした上で。まあただこれもですね FF16 が来なければの話ね。僕はもう FF16 はね実況動画もやりましたけど、あれは面白い、16話あれは割と手放しで褒められるぐらい面白いね。ただ唯一のそのまあ残念だったなっていう点が、画面がとにかく暗い、そのまあストーリーも暗いけど、まああのなんかそのストーリーもね好きな人は本当好きだと思うんですけど、あの暗さが逆にいいとか、まあそれあるんだけど、まあ本当に画面が暗い。あの16の暗さの後にセブンリバースやったら明るってなる明るすぎっていうね。しかも体験版の時点ではもっと暗かったことを考えると、よくあれでやろうと思ったねって思うよね。本当にすごいなと思った。ちょっとね多分開発陣もずーっとあの暗さでプレイしてるから、逆になんかもう何が正解か分かんなくなっちゃったんじゃないかなとも思えるんだけど、あ、まあまあ話が脱線したね。まあそんなね面白16が FFRK に実装されれば、僕もねさすがに財布の紐が緩むんじゃねえかなというところもあるんですよ正直。で一応ねその FF16 ですが、これ知らない人はまあいないかもしれないけど、前回のねフェス、つまり3ヶ月前にFF16 の実装はするっていうことはもうすでに明言されてるんだよね。実装するよ記念でミスリルまで配ってたもんね。ってことで、まあ実装は 100% あるんだけど、その実装がいつになるかっていう話なんだよね。で、まああれから3ヶ月経っているので、しかももちろん発表した時点から作り始めたとかではないと思うんですよ、当然。当然ある程度の FF16 実装までのめどが立って発表してると思うんですよ。ってことを考えると、まあおそらくあれから3ヶ月も経ってるし、まあそれ以前からも仕込んでいるものはあっただろうしっていうところで、多分早ければ今回のフェスで実装されるんじゃないかなって。フェスないしフェス裏だね、6月末の新しいガチャで FF16 実装されるんじゃねえかなっていう予想はねできそうだよね、最速で。あるいはもうあと半年で9月にですね周年、記念すべき10周年フェスがあったりするので、そのタイミングで実装かという説も全然あるんだけど、まあどちらかだよね多分ね。早くて今回バックフェス実装しちゃうか、まあ遅くてもねまたそのフェスのタイミングってことが考えられるかな。で一応今回16仮に実装されたとしても、ガチャ1個で5キャラって入んないよね基本、このゲームのシステム上ね。システムというか、なんていうのかな、仕組み的なことを考えると、1つのガチャに5キャラってことになっちゃうと、必殺技が12個しかピックアップされないゲームなわけじゃないですか。
ってなると12割る5になっちゃうんだよね。だからその人によってはね、キャラによっては必殺技が2つとかで多いキャラでも3つとかね、そんな感じになっちゃうんですよ。でさすがにそんな感じの装備だったら中途半端すぎてちょっとどうなのと、他のキャラと比べても弱いよねっていうことになってしまうと思うので、多分まあやっぱり新ガチャだからね、出たとしても3キャラ分1キャラ5個ずつぐらい、あ5個ずつじゃねえごめん4つずつぐらいがまあ妥当なところになるのかなみたいなところもあるんで、多分1回目のガチャがとりあえず3人3キャラ実装、クライブ、ジョシュア、ジルの3人実装みたいな感じになるのかな。で多分ねシリーズダンジョンの追加も当然このゲームって5人パーティーで挑むゲームなので、1回のガチャじゃまあ3人だから揃わないよね、そもそもね、パーティーとして成立しないので、シリーズダンジョンの追加はないだろうね、普通に考えると。ノマダンの追加あるかもしれないけど、あの高難度ね、それこそクリスタルダンジョンとかナイトメアとかね、そういったところの追加はまあないと思うんですよね。ってなるとおそらくシリーズダンジョン追加2回目のガチャの時で、2回目のガチャでおそらく、まあ仲間キャラ優先がシドとか、あとディオンとかその辺になってくるのかな。あとまあそこからあれも入ってくるか、ベネディクタとかね、まあ先になんかバルナバスとか実装されちゃいそうな気もしなくもないけど、その辺で来る可能性はあるよね。でそのタイミングで新しい、まあ、ダンジョンガチャが追加されてみたいなところかな。でそこから本格的に16パーティー作ってじゃあ高難度やってみようぜみたいなことになるのかなとは思うんですけど、でってことを考えたら今回の6月でバクフェスでまず3人実装して、次の10周年の時にもまた F16 の3キャラ実装っていう手も全然ゲームの運営としては悪くないと思うんだよね。全然いいよね、その節目というかフェスのタイミングで16出すっていうのは全然いい作戦だなとは思うんだけどね、どうなんでしょうね。で10周年だし、じゃあそのもう16のキャラプラスその新ダンジョンも16のダンジョン出すよって言ったら絶対盛り上がるもんね。ってことを考えたら全然ありだと思うんだよな、バクフェスの実装は。はいって思ってます、僕は来てもいいんじゃないかなって思ってる。はい、であとはね気になるのは性能だよね、もちろん。ただまあ FFRK の仕組みというか今までの流れから言うと、後発のキャラね、後から追加されたキャラは大体優遇されたりするので、クラサメしかり、あとレイブスとかね、ああいったキャラ見てもやはり優遇されてるし、あと最近復活したタクティクスキャラもね超優遇されてるでしょ。で全く必殺技の音沙汰もなかったあの人、タクティクスのあの人、やべえ名前が出てこねえ名前が出てこねえ、あの銃の人名前がど忘れしちゃったけど、あれもねかなり今現代版に生まれ変わったりとかしたじゃないですか。シンクロ止まりだった、あとメリアドールとかもね現代に生まれ変わった姿で急にねいきなりデバッファーとしてトップクラスに躍り出たとかさ、そういったことがいっぱいあるわけじゃないですか。あとそれこそ最近言えばラーンもあれ覚醒止まりだったっけ、だったラーンが、まあ、爆強になって今もうねガチ勢みんな使ってるもんね、タイムアタックとかしてる人たち。ってことを考えると16のキャラも一気にこの現代に実装されてめちゃめちゃ強必殺技来るはずなんですよ。ってなった時に、まあ、一番気になるのクライブかな。原作やってる人ならわかると思うんだけど、全召喚獣、全属性の召喚獣の力を吸収して全属性使えるっていうチート級主人公だから最終的には全属性になるし、ってことを考えるとまあとんでもない強キャラになるんだけど、ただまあ現実的にはさすがにさ8属性まといないよね。今んところ4属性、クワッドエレメントモードが最大のこのゲームで
いきなり蜂属性ってなんて言えばいい、英語でなんて言うんだろう蜂って。蜂がなんて言うか知らないけど、いきなり蜂属性まといはないと思うんだよな。ってことを考えると、まあ現実的に言うと基本の炎属性の、まあさすがにでも召喚獣でもあるので、物理と魔法剣かな、魔法剣とあと召喚師のハイブリッド型なんじゃないかなって、ステータスの種別に応じて変わるってやつだね。そっちになるんじゃないかなって思ってんだけどね。まあそれでも便利だよね。やっぱりそれ考えると、その物理と召喚両方いけて、なおかつ8属性って16属性対応だから、かつてないぶっ壊れキャラなんだよね。バッツとか玉ねぎのびっくりな青ざめる性能だよね。もう全部クライブでよくないってなっちゃうんだから。まあ毒は、あ、一応、まあ、魔法剣だったら毒魔法剣もいけるけどね。まとえないけど。みたいなね、ことにもなってくるから、さすがに8属性まといはないかな。とは思ってますが、多分相当強キャラになりそうですね。ただ、炎の物理で言ったらね、結構層熱いからね、ロックを筆頭に。だいぶ熱いから、そのクライブがどの辺の立ち位置に食い込んでくるかだよね。もう炎物理なんてもうあらゆることができるキャラ揃ってるからね。まああと炎の召喚師はまだまあ薄いっちゃ薄いのかな。まあでもパパリモとかね、まあ粒揃いではあるんですけどね。玉ねぎもほら、一応魔法でもね、ATB3 回なしになる究極主義自体を一応使えたりするしね。どうなんでしょうね。まあわかりませんが。まあ、かなり性能的には期待したいところではあるかなという話。はい。で、あとフェスといえばね、もう一つね、期待しているところで、新機軸の必殺技の実装あるのかという話ですね。で、最近の必殺技の流れから言うと、究極審議の後にオバフロ審議出て、その後アクセル審議が出て、っていう流れじゃないですか。ってなると、ぼちぼち来そうなところで言うと、リミットブレイク系の必殺技だね。LB ゲージ系が最後に出たの結構経ってるよね。LBOF が最後に出たの。リミットブレイク系って。だいぶ経ってると思うんで、そろそろリミット、あ、LB チェインか。LB チェインが最後かな。LB チェインから割と経ってると思うので、そろそろ LB 系になんかテコ入れありそうかなとは思ってんだけど、あとは、あれ、星8チェインね。星7チェインも最近いろんなキャラにね、まあ、実装されたり、まあ、星6チェインも実装されたりとかいろいろしてるわけですが、そろそろ星8チェインもなんか動きあるかもねーとは思ってんですけどね。どうなんでしょう。だって、そもそもね、星7チェインとか星6チェイン増やすよりも、星8チェーンっていう新しいチェーン増やせば、そもそものね、母数もちゃんと増えていくわけじゃないですか。それをただ他のキャラに、今までとは違うキャラに配ればいいだけの話なので。って考えると、星8チェーンも全然ありえそう。ただ、ね、これはね、星8チェーンについては結構運営さんがほんと慎重なので、例えば、チェーン数の上限を増やしてくるみたいなことはしてこなそうだよね。なんかしてもいいと思うんだけどね。星8チェーンで例えば今のチェーン上限が250で、リミ LB チェーンでプラス25でになるので、星8チェーンでもう最初からもうプラス25の要は275まで伸びるで、 LB チェーン使ったら300になるよみたいな、要はまあ 2.75 倍から3倍に伸ばすことができるよっていう感じのチェーンあってもいいんじゃないかなと思うんだけどね。ちょっと火力出すぎになっちゃうのかな。まあ、なんとも言えないけど。みたいなね、ことあっても、まあ、全然いいと思うしね。で、仮にリミットブレイク系だったとしたら、その、持続系の必殺技出してもいいよね。そろそろね。なんか、持続系の必殺技っていうと、あれか。リミットブレイクガーディアン、召喚だっけ。LBG 召喚って言ってから正式名称忘れちゃったけど、 LBG 召喚あるじゃないですか。あれはまあちょっとね、あの使う場面が局所的すぎたので、例えばもうキャラ固有のリミットブレイクゲージを消費して、なんか鬼強の必殺技とかあっても、
そろそろいいんじゃないかなと思ってるんですよね。で、大体今の LB ゲージの使い道って大体 LB チェーンで使うと思うんですよ。で、本当に時間かかる人だったらその後に LBOF とか使うとかね、そういった立ち回りも全然あると思うんだけど、大体あのゲージ溜まるの1本溜まるの7秒ぐらい今かかるじゃないですか。なんで多分タイムアタックとかしてる人は大体もう20秒切りとかの世界なので、そうなってくるとその LB チェーンを何に使うか、 LB チェーンじゃん、ごめん、 LB ゲージを何に使うかみたいな選択肢がねまた出てきて、それはそれで面白いんじゃないかなって思う。まあ僕は全くそういうねタイムアタックとか全く興味ありませんけど、まあそういった人の選択肢になるような感じっていう強さになれば面白そうだなって個人的に思ったんだけどね、そろそろ良さそうだよね。で、いっぱい必殺技も増えてきたし、さすがに必殺技ゲージだけでちょっとやりくりするのも大変だなってことで、あのゲージを増やすアーク実装したわけでしょ、魔石アークを。で、そこにさらなる一歩でね、リミットブレイクで必殺技ゲージ消費しないけど LB ゲージの方消費するよみたいな。で、内容は例えばD 角クラスのやつもう2回放つとか、それ系のやつをなんか実装しちゃうとかね、でなるとまた環境だいぶ変わってきそうな感じはありますけどね。で、もちろん LB ゲージを消費するので、みんながみんな同時に発動することはできないみたいな、パーティーのうちの、まあ、一番強いキャラにその LB 必殺技を打たせるみたいな感じの立ち前になるとかね、そういうのもあるんじゃないかなとか思ってますけどね。まあ、これあくまで全部これ僕の妄想なんでね、全然トンチンカンのこと言ってると思うよ多分きっと。実際なんか次の新しい新機軸の必殺技が出た時には、まあまあまあただの妄想なんでね、言うだけならただだよねはい、とまあそんな感じでいろいろ妄想はしてたりするんですけど、で、あとはですね、お知らせのお話になりますが、ここじゃねえのか、こっちか。そう、これだ、クリスタルダンジョンのお話で、6月7日も今週末ですね。まあこれは YouTube のあの僕のね投稿しました。これはまあほぼこの告知のためにこの動画やってるところもあるんだけど、まあ、YouTube チャンネル登録してる人はね、この告知見たかなと思うんですが、今週末の金曜21時からハイスコアチャレンジというか、クリスタルダンジョンの天命の強力戦士2が開催されるので、まあ、これに、まあ、際してですね、僕もいつも通り初見攻略生放送やりたいと思っておりますので、興味ある方はぜひよろしくお願いします。はい。もうパーティー自体は組んであるからね、あとはまあやるだけという感じなんですけど、まあ多分僕のイメージで言えば多分いける感じは してますけど、果たしてどうなるのか。はい。あと6月27日から、こちらはクリスタルダンジョンのアークだね、晩鐘の扉、地属性で風属性弱点ということになります。まあこちらはもちろんいつも通り生放送はしませんので皆さんはご自由にクリアしてみてください。はい、というところかな。もうこの告知が一番したかったんだよこの動画。もう18分喋ってきたけどで、あとはもうほぼまあここが雑談になっちゃうんだけど、あと気になってる方ね、なんか意外とね好評なあの新規勢のキャバ嬢のおにゃんこの進捗状況、今話を聞くとですね、今1ヶ月半ぐらいプレイしてるっぽいですね。それぐらいだね、多分ね、1ヶ月と、そうだね、そんぐらいプレイしてて、まだまだ全然新規勢と言える期間でしかないんですけど、今結構進んでて、星5魔石が残り、もうシルドラとティポーンとベリアスとキマイラブレインだけだね。あとはもう全部倒しちゃいました。そうだね。で、しかも、おにゃんこのパーティーって基本もう、僕はもう物理しか、あの物理パーティーしか組めと言ってないんですよ。物理狙いでしかガチャ回させてないんですよ。それはまあこの間のね、あのガチャ動画おすすめの、なんか新規勢におすすめするガチャ動画初心者講座パート12で言ったと思うんですけど、まあ理由はね、物理の方がやっぱり単純に強いし揃いやすいから、無課金勢がっていうところで、今物理をまあメインにね使わせてるわけなんですけど、
これはね、まあ目論見通りというか、ある程度物理が強かったら今の環境だと全然魔法も勝てちゃうんだよね。新規勢1ヶ月半ぐらいのプレイ歴でも、もうその証拠に今この星5魔石出てる物理有効の方じゃなくて魔法有効の方も全部物理で勝っちゃってるんだよね。全然もちろんアークもね物理でいけますし、その他、デスゲイズの方が物理か、アークは魔法だよね。で他のダンジョンについても、あの全然物理で投げ、アダマンタイマイもね風物理でなぎ倒してたしみたいなところで意外と全然いけちゃうんだなっていうところで、やっぱ物理だで、まあ良さそうな感じはしました。もしね、あの苦戦して星5魔石で苦戦してる新規勢の方いたら、あの魔法とかその分散して育てるんじゃなくて、もう割り切ってとりあえず物理を強くして魔法の方行っちゃうみたいなことも全然ありなんで、まあ詳しくはね、まあおにゃんことやってる動画見てほしいなと思う。まあパーティー構成もうほぼ動画に出てるあのまんまでやってるだけなんで、はい。であとダークオーディンね、あれ一回初見ね、ちょっと撮影に失敗してメンバーシップの方に、その、動画プレイ動画のないやつをアップしたんですけど、そう、あの時はね、ダークオーディンボロ負けしてたんですよ。4回やって4回くらい負けてたんですけど、ちょっと別の属性でトライしようということで、ダークオーディンはね、風属性弱点をクリアしました。ね。一番なんかおにゃんこのパーティーで風が強いみたいですね。なんか、うん、そうだね、ファリスと、ウェッジがたまたまなんかすごい揃ってたみたいで、うん。あとシリーズに関してはナイトメア1個だけクリアですね。これは後で、今週中に一応動画アップ予定ですね。ジョブガイデンのナイトメア難易度450をクリアしましたので、はい。まあ、ぼちぼちシリーズキャラも揃ってくればナイトメアまではいけちゃうんじゃないかなと思ってます。はい。ということで、まあ何が言いたいかっていうと、ライムの初心者講座動画でずっとね、おにゃんこは勉強してるらしいんですけど、勉強すればすぐここまで来れちゃうよと、ライムの教えは間違ってなかったんだっていうことですね。なんで新規勢とか初心者の方はもうライムを信じれば大丈夫だってこと実際でそれを全ておにゃんこが証明してくれてるから、はい。であとは一応ナイトメアジョブガイデンのこう動画と、あとギガコロガチャもう今来てるよね。こっちの動画も今おにゃんこに回させる動画を撮ろうかなと思ってます。あと別属性のダークオーディンだね、そのたまたまね風属性弱点勝てちゃったみたいなんで、なんか別の属性でちょっと試させてみようかなとも思ってますので、はい、引き続きねおにゃんこの、まあ、行く末にも期待して見ててほしいなと思います。はい。であとはちょっとミニレポートの話していこうか、最後にさらっとね、そんな内容ないと思うんで、ちょっと別画面に遷移しますが、 Go ライム、はい。今ね、夏季のイベントが実施されていますということで、 FF2 イベント、まあこれはこの間、解説動画も撮りました。あとキングベヒーモスの移ろいし筆致、こちらも始まってます。あとラビリンスダンジョンシーズン14に追加ということで、こちらも始まってますね。フリオニール、マリア、ガイ、レオンハルト、ゴードン、ヨーゼフ、皇帝、ヒルダ、スコット、ガブラス、ライトニング、シンク、ラーンということで、まあ、こちらも解説動画もすでにアップした通りですね。でもうこれが天命戦士にの明日ガチャのガチャバレか、ガチャバレが来ると思うんですけど、もうここでほとんど答え載ってるというか、多分ピックアップされるキャラも心の下の4人だと思うんだよね。ガブラス、ライトニング、シンク、ラーンだと思うんだよね、普通に考えると。はい。だってメインは物理ヘビーとか物理スピードとかね、そういったキャラなので、完全にこいつらやんけっていうことなんで、ガチャで追加されるキャラ、まあガブラスとかシンクあたりになんかね突破口というか手こ入れされるといいですけどね。多分この辺にコンブレバフとか追加されるんじゃないでしょうかね。そんな気がします。はい。まあ先ほど言った通りですね、週末に戦士に、それから、月末にですね、地属性の風属性弱点のアークが追加されるということ。
それから先ほど言った爆S カウントダウンシリーズハッピーラッキー装備召喚も開催されます。こちらもおにゃんこに回させる動画を撮ろうかなとも思ってますね。はい、新規勢なんかはこれもう間違いなく回すべきだからね。これ星6以上1個確定がなんと石5個で回せるからね、これは間違いなく回すべき。あとギガコロもこちらもまあおにゃんこの動画で非常にこれは有効だという話をしました。新規勢はだってチェインがないんだから、新規勢はまずチェインが一番大事なゲームでチェインがないんだからこれ回すしかないよね。でしかもこれ石50個で、まあ、合計に100個使うけど33連で星7以上2個確定なんでコスパで言えばかなり安い方で、おまけで選べるチェインだからね。新規勢はとりあえずこれでチェーン集める感じがになってくるかなと思う。あとは2週間だっけ、2週間ごとのアニマレンズ方でチェーンを取っていくみたいな立ち回りになってくるかなって思います。はい、あとギガコロ挑戦キャンペーン氷属性、これちょっと僕が動画でやろうかなと思ってんだけどね、まだギガコロの結局攻略動画って1個も出してないので、まあ攻略動画っていうかただただこのミッションをクリアするだけの動画だけどね、なんかもう、うん、そうだね、5段階目の1本削った時点でもうリタイアするみたいなそんな感じのやつだけど、最初からやってってね、レベル1からやってってみたいな感じですけど、ちょっとやろうかどうか悩んでますが、まだ期間は一応2週間あるんで、ちょっと今週できるかわかんないけど、まあちょっと時間見つけて今週か来週あたりやろうかなと思ってます。そんな感じかな。はい、まあ、長々と語ってきました。まあ、ほぼ雑談になりましたけど、一応こんな感じで FFRK もちゃんとプレイしてるよということで、よろしくお願いします。といったところで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。